なんかさ、陽平、この前は石に描いたじゃない？見た？超かっこいいよね。これ普通めっちゃいいよね。今日は色紙に描いてみて。これね、うん、色紙。あ、陽平言ってないよ。スプレーアート入れるの？あ、はい、スプレーアート入れるの梅ちゃんです。トベロちゃんです。はい、今日は陽平はスプレーアート挑戦。やったー。スプレーアートチャレンジ。これね、やったり俺、うん、やったことあるの？難しいよ。難しいのは、いや難しいイコール無理じゃないよね。 OK、 じゃあお願いします。はい、じゃあいくよ。はい、左側に全然ダメだね。あ、これむずい。あー、ほらね、わかったわかった。ほら、汚いでしょ。なんか紙の種類がね、もう全然あれ。そうなんだ。もう色吸っちゃうんだよ。お母さんと友達。友達の妹。友達の妹。あ、やば。え？とその友達のお父さん。やばいね。状況これ。やめろ。やっちゃダメな気がする。わからないこと。え、わからないこと。何、わかればいいじゃん。あ、もうダメ。ほらもうダメ。ほら、すいません。はい、じゃあダメってわかった。ダメってわかった。分かったね。よし、はい、好きだよ。え、好き。ヨちゃん好き。うん、オッケー。じゃあこれとりあえず1万円どんどん中にコーティングみたいな感じ。そう、にじんじゃうから、うん、にじまなきゃいいんでしょ。にじ、そうそうそう、最初からにじませればいいんじゃない。おお、ほらほら、あ、何、どうしたの。ほら、紙の上をコーティングしました。どう、変わってる。うん、多分できるかも。あ、できるできるできる、できるできる。じゃあこれが今クリアをやった状態ね。あれ、できんじゃない。できそう。できるかも。お、すごいね。ちょっと待って、できたね。いきます。3、2、1、ドン。おーやばい。え、なにこれ、すごく綺麗だよ。最後ね。え、綺麗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 。やばい。え、すごいじゃん、普通の紙みたい。オッケー。で、これが今最初にクリアを引いた場合ね。うんうんうん。じゃあ次のが引かない場合ね。引かない場合はどう。クリアを引かない場合、これがさっきのやつ、さっきのやつ、これが今のやつ。3、2、1、ダタン。
違うねでも。まあでもここにはさ、ファイヤーいっぱい使ったじゃん。こっちねマットっぽいね。うん。こっちが。なんかどっちも綺麗だけどこれねピカピカです。うん。いや、うん、すごい。綺麗だよね。ああまあどっちも綺麗だけどなんかピカピカのはね。これが俺がこうなるだろうなって思ってた。うん、じゃあラスト最後。最後いいですか。うん。いいですか。どうぞ。その何アートか忘れたけど、うん、あれができる。まずクリア。もうめちゃめちゃクリア。見て。うん。見てる？見てる。いいね。やっちゃったね。やっちゃった。やっちゃいました。いいじゃん。いいね。ちょっとこれいいじゃん。じゃあこれ次の動画でちょっと実験しよう。オッケーオッケーオッケー。で次立ってんの。うん。もう一回戻してみるか。今度。逆走。おおすごいすごいすごい。お綺麗だね。まあこんな感じです。すごい成功だと思う。いいね。いいと思う。これちょっとこれなんかやろうよ。うん。次の動画でね、うん、かっこいい。これはちょっと今まで通りのスプレーアートバージョンで、うん、だこれとさ、うん、この背景がこれならやばくない？すごいと思う。いいよね。いいと思います。オッケー、さすがです。やったー。もう俺の頭の中で色紙はできないっていうのがもう頭の中にあった、うん、あ、誰に聞かれても色紙ってできるの？いや色紙は難しいよって。難しいっすか？やっないよねって思ってて、でベロが持ってきた瞬間に無理だから、絶対無理だからって思ってた。ああそうなんだ。3、4年前はやっときゃダメだったんだよ。まあそのヨヘの4年前と今のそれは違うよね。そうそうそう、そうなんかねちょっといいよこれ。よかった、よかった。じゃあ次また実験しよう。そうだから昔ダメでも、うん、いろんなことやってって、で今もしかしたら挑戦したら昔ダメだったことが今できるようになってるかもしれない。そうだね。そうということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。アディオス、アミゴー、バイバイ。